埋葬式の後、私とディアナの部屋に来てほしいの。彼に関して事情を知る人を集めておくから。こんな風にドクターを巻き込みたくなかった。だけどもう、せめてあなただけは生きてこの島を出てほしいから。あの、ドクター？すみません、私さっきドクターがこの部屋に入るのが見えたから。このあとすぐに行きます。でもその前にどうしても気になってることがあって。はい、昨日夕食の支度をしてる時、料理長に言われてここにオレンジを取りに来たんですが、オレンジを取った時、箱の底の方から変な音が聞こえたんです。シャラララララって感じの、壊れた鈴のような音でした。
私びっくりしてそのまま逃げ出しちゃったんですけど、その後ソードさんがここで蛇に噛まれたって、私があの音のことをもっと早く誰かに言ってたら。多分蛇を操る音だったんじゃないでしょうか。それです。やっぱり違いますよね。じゃああれは何だったんでしょう。それは確かです。はい、え、西日ですか。そうですね、もう始まっちゃう。あの、それじゃあ私、はい、失礼します。
主よ、永遠の安息を彼らに与え、絶えざる光を彼らの上に照らしたまえ。神への称賛をふさわしく歌うのはシオンにおいてである。エルザレムでは主に生贄を捧げる。死すべき者は皆主に帰る。主よ、私の祈りを聞き入れたまえ。どけ。何事ですか。テオ・パドリーノ。何？貴様、お前は一人で煉獄へ落ちろ。この冒涜の墓に詫びながら。会長！ブルーノ。テオ、お前はまた他人を盾にして救われたな。おのれ。だが覚えておけ、お前の生きてるここがすでに地獄だということを。何をしておる。撃て、この男を殺せ。クソ野郎が。俺はまた来るからな、貴様が生きてる限り。逃がすかよ。おい、お前らついてこい。そこにいたのか。ブルーノの傷を見てやってくれんかね。
が足りん。ブルーノに白布をかけてやってくれ。時にドクター、祈りの言葉を知ってるかね。私はもう忘れてしまったよ。シルビー、あとは。かしこまりました。ようこそおいでくださいました。あなたがこれまで経験したことはまだほんの日常の続きでしかありません。これから先に起こることはあなたの想像をはるかに超える。こういうのやってみたかったの。じゃあ何から話そうかな。はい、相変わらず釣れないね。俺を追い返しまっていいのかい？後悔するぜ。まあまあ、二人ともその辺にして。これは被害対策委員会なんだから仲良くしなきゃダメだよ。だからこれ以上人が死なないためにどうするか話し合うの。これで終わりじゃないよ。それがそうもいかねえんだ。あんたほどのんびりやっちゃいないがね。こら、やめなさい。もう、男ってしょうがないんだから。ドクター、ソードとブルーノが続けて死んだのはただの偶然だと思う？偶然じゃないのよ、この二つは。ううん、何も関係ないはずよ。毒蛇は3日前に搬入した果物の木箱に紛れていた。あのショットガンの野郎は何年も前からこの島の町に住み着いてる宿なしだ。知らねえよ。
ずいぶん前に墓のことで会長と揉めてたようだが。ああ、何でも会長の古い知り合いだとか。だから今まで見逃してやってたんだ。それをいい気になりやがって。クソ野郎が。あの人、お墓に来るのをずっと待ってたんじゃないかな。うん、私、何度も墓地であの人を見たよ。私がここに来てから、だから、もう1年以上も。蛇の入ってた木箱は、アメリカの西海岸から送られてきたものだ。輸入経路を調べてみたが問題はない。あの蛇は最初から入ってた。コムニオンの業務を知らねえのか。独自ルートと言ってもらいたいな。うちの船便は3倍早く届くんだ。死んだのは偶然じゃないの。これ覚えてる？海で拾ったよね。この中に入ってたメッセージがこれなんだけど、わかる？名前がいくつか書いてあるでしょ。ソード、ブルーノ、パドリーノ、アントニオ。このメッセージを拾ったのは5日も前よね。そこに書いてある名前の順に人が死ぬとしたら、笑い事じゃねえぞ。バタフライ効果って知ってるか？ドミノ倒しのように最初の牌が倒れたことで全ての牌が倒れていく現象だ。一枚も残さずきれいに倒れたらそれをカタストロフという。ゲームはドミノ倒しだ。例えば普段の生活で考えてみて。朝タバコが切れてるのに気づいて買い物に行く。そこであなたは車にはねられてしまう。あなたが事故に遭ったことで道が渋滞する。渋滞したせいで踏切を突っ切ろうとした車が電車にぶつかって大事故になる。最初にあなたのタバコが切れてた。そんな小さなことから何人もの人間が死んでしまうの。まるで悪魔のいたずらのように。もしもその最初の小さなきっかけをあらかじめ知ることができたなら。違うな。これはそんな大層なもんじゃない。ギャンブルで勝ち続けるやつっているか。うちの組織にもカジノのディーラーがいる。ああいう連中はみんな普通じゃない。
黒のギャンブラって人種がどういうことか分かるか。やつら技術や技は関係ない、ただ勝っちまう。周りの運を吸い取るようにな。俺にはあいつら運の流れってものが見えているでしょう。世の中のどこをどうちょいとつけば運の流れがどう変わるか見えてる。こいつは俺の予想だが、彼って人間はそんな化け物じみた連中の中でさらにモンスターに化けたようなんじゃないか。もしかしたら本物の悪魔かもしれないよ。割と本気。彼はシチリアに数あるファミリーの中でも有名な暗殺者よ。自分の手を一度も汚さない暗殺者。その手口はまずこういうメッセージをターゲットに送り届けるの。ターゲットが死ぬのを待つだけ。彼は何もしない。でもターゲットは死ぬの。それは事故であったり自殺であったり、いろいろな原因で死んでしまうのよ。初めのうちはみんな呪いだとか魔術だとか言ってたわ。でも彼に言わせると、この現象はただのゲーム。彼のメッセージを最初に受け取った者がこのゲームで倒れる。最初のドミノの牌だ。私もアントニオの言うように、彼には見えない何かが見えてるんだと思う。ドミノが倒れるのを防がない限り。それは私のせいです。私の父がある人を殺すよう旦那様に依頼したのです。旦那様はソードさんに命じてその人を暗殺させました。殺された人が彼の身内の人だったのです。そうだと思います。しといてあげて。あの子、いろんなことがあるの。だから。ドクター、聞いて。
なたに彼のことを話したのは協力してほしいからなの。私は多分監禁されるわ。旦那様が彼のことに気づいたら、私を取引の材料にして彼と和解を図ると思うの。結婚の話は明日よね。私は北と南のファミリーが血のつながりを持つように血の花嫁としてここへ来たの。旦那様の身内からはジョゼッタという子が私の実家に嫁いでる。だから私はいざという時には人質にならなきゃいけないの。この一件はファミリーの問題じゃない。彼の支援だ。俺は納得できない。それにただでさえコムニオにとって大切なジョバンナ様をこんなメイドなんかに。その上、東洋の馬の骨とくっつけるってのはどういうことだ。会長はあの魔女にたぶらかされてるんだ。もう我慢できねえ。アントニオ、あなたも協力してくれるでしょう。そうですね。この黄色いのとすっぱり切れるのなら考えますよ。アントニオ、俺には俺のやり方がありますんで。私がどういう子か知っても協力してくれるの？グラッツェ。じゃあ言うね。実は わざわざ訪れて何かと思えば、君たちはあのくだらぬ噂話を信じとるのかね。その男に関してはもう調べがついておる。入手した国際刑事警察機構の資料によれば、彼などという人物はこの世に存在しない。そもそも冷静に考えればわかることだ。彼の手口とされているものは
単に名前を並べただけのメッセージではないか。しかもそのメッセージが書かれた紙は1枚とは限らない。かつて事件の起こった場所では何種類かの紙切れが同時に発見されている。その紙が届けられた経緯は、例えば郵便であり、例えば伝書鳩でありと様々だ。その内容も詳しく調べれば一枚一枚がそれぞれ違う。これが何を意味するかわかるかな。つまりはこういうことだ。まず殺す予定の人物たちの名を順列組み合わせで何枚かの紙に書き、あらかじめばらまいておく。次にヒットマンを送り込み、自然死に見せかける方法で一人ずつ殺していく。ヒ素を少しずつ飲ませるような死亡時期を選べない方法がいいだろう。そのようにして何人かが死んだ後、たまたまその順番の当たった紙を持っていた者はこの現象をどう思う。あたかも予言書を見たかのような気分になるのではないかね。そのようにして噂に尾ひれがつき、彼などという架空の化け物が作り出されたのだ。シチリアの連中らしい姑息な手段だが、超絶的な力を持つヒットマンはその存在だけであらゆる局面での抑止力になる。奴らは意もしないその男を作り上げ、恐怖の噂を持って実在するかのように見せかけているだけだ。所詮は祖国の裏切り者。アメリカの犬どもの考えそうなことだわ。安心したまえ。君らが気に病むようなことは何もない。現に奴らの手先ならもう捕らえてある。運搬船の船員でな。ショットガンを持ち込んだのもその若い男だったようだ。こんなことが二度と起こらぬよう社員の過去調査は30にチェックさせねばな。さあ、私はもう睡眠の時間だ。君たちも早く帰りたまえ。帰りたまえと言った。説得する暇もなかったね。ごめんね、変なこと頼んじゃって。うん、ありがとう。私頼りにしちゃうから。ディアナが心配だから帰るね。優しいの。
何事ですか。Thank you.